はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、今回なんですが、磁石の戦士デッキですね。こちらの新しく作ってきたので、ご紹介していこうかなというふうに思っております。マグネットウォリアーイプシロンっていうね、このモンスター、1個前のパックで追加されてたんですけども、完全に私これ見落としてまして、コメント欄でマグネットウォリアーイプシロン使わないんですかっていう話がありましてですね、使います。すいませんでした、完全に忘れてました。作ってきました。これね、こいつが追加されたことによって磁石かなり強くなったんですよね。まあ、強くなったというか、展開がめちゃくちゃ楽になったというか、今までは結構そのアルファベータガンマをね、並べたりその集めたりするの結構大変だったんですけども、このイプシロンが来たことによって、磁石モンスター、まあエレクトロマグネットウォリアーモンスター1体から3ターン目までに必ずですね、アルファ、ベータ、ガンマがフィールドまたは墓地に揃うっていうね、ことが大きくなってるんですけど、これ何するかっていうと、イプシロン君がね、こいつが召喚、独自召喚に成功した場合に、デッキから、自分以外のマグネットウォーリアーを落として、で、エンドフェーズまで墓地の送ったそのモンスターと同じ名前になると。効果はコピーしないけど、名前は同じになると。で、その後、自分のフィールドに、同じカード名が存在しないマグネットウォーリアーを蘇生できるという効果がありましてですね、まあ、例えばですよ、ベータから入った場合ね、ベータから入って、相手ターンに、マグネットウォーリアーモンスターっていうのは全部、エレクトロマグネットウォーリアーモンスターっていうのは全部変身することができまして、リリースするとなんかデッキから、マグネットウォーリアー出してこれるんですけども、これで新しくねイプシロンを出すんですよ。でイプシロンの、効果でまあ、ベータで とりあえず適当になんかアルファかなんかサーチしといて、最初のターンにね。で、相手のターンにイプシロンになると。で、イプシロンの効果で、まあ、ガンマーかなんか落としてあげると。そうすると、今、自分はガンマーになってるから、今度、ベータが、蘇生できますから、ベータ蘇生して。で、今度またベータの効果で、まあ、アルファか、ベータかガンマーって好きなやつ持ってくると。そうすると、これ何が起きてるかっていうと、もうね、手札と場にね、アルファ、ベータ、ガンマーが全部揃ってるんですよ。で、盤面に、まあ、モンスターが2体並んでて、で、しかも、ベータの2番の効果は耐えてないんで、またリリースして、なんか1枚から動いてるんだけども、なんか、磁石戦士がめちゃくちゃ墓地、または手札に増えて、で、盤面にそのデルタとなんか、イプシロンが並んでるみたいな、めちゃくちゃなこと起きてるんですよね。この1枚で、一体ナード稼いでたみたいな感じなんですけども、なんか1枚がなんか4枚とかになってるんですよね、感覚的には。墓地の落ちてるカードも含めると。これがめちゃくちゃ強いと。で、まあ、基本的にはその、どれかを引けば、まあ、ベルセリオンの素材が用意できるんで、まあ、ここはまあ、3積みでいいかなと。で、あとはやっぱりね、磁石デッキだけだと、やっぱ先行でその動きしかできないから、妨害がないくなるんですよ。で、しかも、磁石の選手たちって、やっぱ、盤面に残しておかないと、今の動きできなくなっちゃうんで、その素材にしてね、リンク素材にしたりとか、あとエキシー素材にしたりとかすると、やっぱりこいつらの効果を使いづらくなっちゃうということで、こいつらの横にやっぱある程度の、まあ、妨害を用意しておく必要があって、まあ、そこを助けてくれるのがアダマシアですね。今回もアダマシアは一応特殊召喚できるこのリサーチャーはもうガン詰めしてます。はい、まあ、あとはちょっと特殊召喚条件難しいんで別になくてもいいかなって思ってるんですけども、まあ、リサーチャーだけはもうガン詰みで、一応、ドキドキが入ってるんで、まあ、ドキドキから出してくれる、まあ、選択肢として、シーカーとか、あとそれからまあアナライザーが入ってるって感じですね。アダマシアのチューナーはデッキトップ5枚めくると岩石族いれば特殊ができるっていう効果があって、で岩石族なんですよね、全部磁石が。なんで、まあ、これとても相性がいいということで入ってますと。で、あとはまあ、このギミックに全力注げるんで、あとは手札ひらでいいとか、蘇生札でいいかなと思ってて、まあ、うらら、同時あたり。まあ、このイプシロンが来たことによって、別にマグネットフィールドとか、その、アダマシアサイドとかなくてもいいかなって思ってますもん、なんなら。もうここの中全部抜いちゃって、なんか普通に誘発とかにするのも全然あり。言うてこいつら1枚で全然なんか戦えるんで、こういう構築でも全然俺はいいかなと思いますね。はい。まあ、早速ですね、この、電磁石の戦士、マグネットベルセリオンくん、をこの1枚から出せるこの動きをちょっとご覧いただきましょう。デュエル、スタンバイ。あ、の前にごめん、間違えた。言うのせいだ。ハリファイバー。これね、ハリファイじゃねえ。これね、ちょっと最近ハリファイバー禁止になったんですけども、この動画撮ってる段階では、まだ禁止になってなかったんで、ちょっとハリファイバーが入ってるから、ちょっと若干デッキレシピ違ってるかもしれないです。エクストラデッキとか。
はい、展開も使ってるかもしれないので、ちょっとそこだけご了承ください。あの、今はこういう感じで組み直して、やってるんですけども、ちょっと、ハリファイバーだけ、対戦とか出てくるかもしれないので、これだけ許してください。はい、デュエル、スタンバイ。さあ、やっていきましょう。磁石デッキをね、新しく作ってきましたんでね、こちらを使ってやっていこうと思っているんですが、これはですね、とりあえずここから動くしかないか。アルファ召喚、効果発動。これはちょっと弱いかな。まあ、アタマシアが、あ、うらら来た。どっちにしてもダメだな。言うてね、一応ですね、ライフさえ残れば、磁石結構、ま、巻き返していける能力だけはあるんですけど、先行でこれしてエンドなんですよ。これ弱い、弱そうに見えるじゃないですか、これ。あの、ね、意外とね、ライフさえ守れればなんとかなるんで、ちょっと頑張りましょう。ジャック。あ、これ普通にワンキルされることもありますから、まあ、その辺は頑張っていきたいなというふうに思ってるんですが、はい。目覚めの旋律の効果を使って、カードを1枚墓地に置いて、何らかのカードをサーチしていく、いいでしょう。海馬くんですかね、これね。海馬くんのパターン。オルタナティブ、オッケー。オルタナティブと、ブルーアジェット。なるほど。いやー、海馬くん。令和の海馬くん結構強いですからね。まあ、とりあえず、ちょっと増殖する字通ります？増殖する字通ると、あー、通らないですよね。通らないんですよ。マジで通らない。ちょっと、本当に、通してくんないと困るんだよね、こういう時。うらら2枚引きは強いな。はい、いいでしょう。まあ、でも、言うて、その、あれですけどね、このアルファのサーチは別に通っても通らなくてもそんな変わんなかったですけどね。はい、楽園開幕、なるほど。楽園開幕効果を発動して、楽園生活ですね、これね。ジェットドラゴンを持ち送って、アルベル特殊か、オッケー、いいだろう。まあ、言うてね、ハリファイバー禁止になりましたので、結構きついとは思うよ、請願も。やっぱ楽園融合メインになると思うね、基本的には。さあ、どうしますか。ブルーアイズホワイトドラゴンを特殊、あ、見せつけてオルタナティブを特殊化していく。で、オルタナ効果で破壊してくるっていうスタイルに関してはこれはもう本当に変身で、ま、エレクトロマグネットウォーリアーアルファの効果発動して、これ一応あれだよな、ここに裏打たれなくてよかったと思うぜ。いや、本当にここに裏打たれたらそれはそれで動けないからさ、このデッキで。エレクトロマグネットウォーリアーイプシロンを特殊召喚していく。あ、エレクトロじゃねえ、マグネットウォーリアーイプシロンを特殊化していく。で、マグネットウォーリアーイプシロンの効果発動、磁石の選手を墓地に送りながら、フェールド上に存在しないやつを特殊召喚できる。これちなみに、墓地に送ったやつの名前になるんで、墓地に送ったやつを特殊召喚することはできないんですけども、こういう風な感じで、アルファが墓地に送られている場合はそのベータを送ったアルファを、出したりとか、ガンマを送ってアルファを出したりとかできるっていう感じですね。で、ここのね、このシナチがやっぱ強くて、普通に2体になるんですよ。1体が2体になるんですよね。まあ、2体っていうかもっとアドバンテージ稼ぐね。これ一応、こういうことできて、これで、1枚から、アルファ、ベータ、ガンマ揃うんですよ。これ。今、アルファとベータあるんで、墓地に。で、これガンマ落としたら、もうこれ次のターンあれですからね。ベルセリオン出ますから。これ。あとね、ライフを耐えるだけ。ライフ耐えるだけ、あとは。うん。いや、ここね、先行展開なんかすげえ弱そうに見えるんだけど、ライフを守れればワンチャンあるから。ワンキルされなきゃ OK。いや、請願デッキそんな簡単にワンキルしてこないと思うんだよね。で、ルベリオンデストルド OK。ルベリオンデストルドで、ルベリオン効果、まあ、ここって多分、あ、請願か OK。これミラジェイドだろうな、さすがに。ミラジェイド、オルタナティブみたいな場面かな。ミラジェイドオルタナティブパーターンヤーツだな、これな。で、オーケー。いいだろう。いや、除外されるけど、まあ、フィールド上のモンスターは除外されても、まあ、最悪大丈夫。アルファ、ベータ、ガンマが墓地にいれば、ベルセリオン渡せるから。まあ、一旦バトルフェス入るよね。そうだよね。バトルフェス入って、でミラジェイドでぶん殴って切って、で、オルタナは殴れない。から、一応デルタ残るのか。なるほど。デルタ残るのでかいな。で、ジェット、鬱陶しいは残んなかった。そういえばいたじゃあこっちのモンスター破壊してそれ出てくるの絶対おかしいけどな。絶対おかしいけどな、それ。あ、そう、使うんだ。でも、なるほど、ミラジェイド効果使ってくれたのは嬉しいな。こっちのターンで妨害は飛んでこないってことか。なるほど、まあ、温存する方が良かった気はしますけどね、海馬くん今の。
使ってくれたのは逆にありがたいですよ。で、太鼓の白石効果、まあでもめちゃくちゃモンスター並ぶな、相変わらずすげえレベルでモンスター並ぶな。で、ディープオブブルーアイズで、あー、オッケー、儀式セットね、オッケー、了解です。で、これブルーアイズカースマックスか、あー、オッケ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 ー、めちゃめちゃ並ぶやんけ。で、あー、隙がないね。で、これで楽園融合、またサーチですか、隙がないですね、相手のデッキ。なるほど、うおー、なるほど、いいだろ、いいだろ、いいだろ、この盤面を処理すればいいんだろ、俺は。いいだろ、任せろ。ワンキルされなかっただけありがてえわ。そうですね、ここは一回イプシロン召喚源サイディですね。イプシロン召喚効果発動、デッキから磁石送って、で、フィールド上に存在しない磁石をね、あの墓地から特殊感できるってことがあるんで、これで、ベータ墓地送って、でガンマを特殊召喚していく。でガンマは特殊召喚に成功した場合に手札から磁石モンスターを特殊召喚できるという効果があるんで、これで並べていきましょう。まあ、あ、言うてね、あのこっちのターン相手の妨害なかったですけども、あの相手のこの相手のこっちのターンっていうか、あのこのターン相手の妨害ないですから、はい、これはもう完全に展開していいと言われています。で、もうなんかアルファ適当に送っていいか、アルファ送っといて、はい、ほんで2体のモンスターで、さすがにこれは見かけした方がいいか、見かけしてブロックドラゴンサーチまで行った方がいいですね。レベル4のモンスター2体でオーバーレイ、エクシーズ召喚、現れよ見かけ獅子。こいつはちなみに岩石族を何でもサーチする効果を持っているで、これによってなんかねキーカードを持ってきたりできるんだけども、今回はちょっと展開に使うのでブロックドラゴンを持っていきましょう。ブロックドラゴン持ってきて、でブロックドラゴンを素材にしてリンク召喚してから、アダマシア持ってくればいいんで、でここで、地属性モンスター除外して、これ増地結構相性いいんですよね、これなんていうか地属性なんで、で増地と、アルファベータガンマイヤーってなんでもいいな、こうだな、除外して、で、ブロックドラゴン特殊召喚と、でブロックドラゴン巻き込んでリンク召喚、一旦マツカレーナ出す、はい、ここだな。ちなみにここからね結構ね展開長いですこのデッキ、このデッキこっからガチャしていくんで多分相当展開長いです。で、こうしましてですね、で、2、2、2、4、2、4、2か、これ242だな、242でいきましょう。で、こう、はい、で、岩石族がいる場合アダマシャリサーチャーは出せますよ、はい。で効果発動して、ほら、これで岩石族、よしよしよし、ドキドキが強い強い、ドキドキが強い、これ強い、ドキドキ効果特殊召喚、ほい、で、順番を変えていく、よしよしよし、ガチャ成功めちゃめちゃガチャ成功していく。で、こうして、でさらにアダマシアシーカー効果、アダマシアシーカーはアダマシアがいると特殊ができて、あー、オッケーオッケーオッケー、これ俺何使ったんだっけ今このターン、イプシロンもデルタも使ったか、どっちでもあんま変わんねえか、あれデルタ使ったっけ、デルタ使ったかどうかあんま覚えてない、デルタ使った、あ、使ったな、デルタ使ってるわ。そしたらだね、これどうしようかな、ここから展開伸ばしていけるんだけど、一旦ユニコーン出してバウンスしよう、はい、でユニコーンバチコリ出していくって、ユニコーンの効果発動、ユニコーンの効果によってドキドキを墓地に乗って、でちょっと君ちょっと帰ってくれる、君帰ってくれる、ありがとう、あいつ破壊できないですよね、あいついると破壊できないし、なんか破壊するとまた持ってくるしみたいな感じなんで、ちょっとめんどくさいので、あいつは帰っていただいて、でもう一回ガチャしに行くスタイルじゃね、もういない説あるけどな、磁石がアルティメットアルティメットアルティメットガチャガチャゲーしていくぜ、おらラプタイト5月のうわー、頼む岩石めぐれてくれ、あーあいねーなんつったのか分かってた、もうデッキの中に磁石があんまりないってことなんとか分かってた。そしたらですね、どうしますか、ここから展開伸ばすにはここは一回ハリファイバーでしょうね、まずハリファイバーでリンク数を伸ばしていくスタイルでいきましょう。ここでハリファイバーを爆誕させていく、いいぞ、そ
そしてハリファイバーの効果を発動。でこれでチューナーモンスターはウララの方が使わねえな。これでこうしてだな、ストームアクセス風をつかめ、アクセスコールトーガー、うわーっと発動。さあ打点をアップしていくぜ、リンク3分アップしていくよ、プルルー。そしてアクセスコールトーガーの効果を発動。アクセスコールトーガーの効果によって、ハリファイバーをゲームから除外し相手のカードを破壊していく。さらばだミラージェイド、ミラージェイドは楽に開幕側の効果によって耐える、いいだろう、もう一回破壊するぜ。アクセスコールトーガーの効果発動。アクセスコールトーガーの効果によって IP マスカレーナをゲームから除外し、相手のカードを破壊していく。ふっ、お前も破壊だ、おら。そしてエンドフェーズに全部発するっていう効果発動するんだろう、いいだろう。まあこのターンにお前が生き残ってるといいな。ちょっと弾用意しよう、アクセスの弾を用意してるぜ。ちなみにこの盤面、相手のカードを1、2、3、何回だ、6枚ぐらい破壊できんじゃねえこれで。アクセスコールトーガーの効果発動、お前のモンスターをぶち壊していくぜ。さればだ、これ何でもいいな、全部破壊するから正直何でもいい。さあ選べ、アレベルはもういいな、破壊しても融合モンスターいねえから。ほら、そして墓地に存在する磁石モンスターたちの魂をゲームより除外し、うわーらららマグレットベルセリオン効果発動。このモンスターの効果により、あ、4枚、これ7枚ぐらい破壊できるわこれ。この盤面ね、なんかね、相手のカードの7枚破壊っていうなんかやばい盤面になりますね、これね。一応先行で殺してなかったお前が悪い、これに関しては。先行で殺せなかったお前が悪い。行けバトルアイス、うわー死ねー、おつえ、すごい破壊力だ。あー魂が来た、これは強いと思う、多分結構これは結構強いと思われる。まあとりあえずエレクトロマグネットウォーリアーベータ召喚効果発動。ベータによってエレクトロマグネットウォーリアーモンスター1体を手札に加えることができるので、これでアルファを手札に加えていく。あーでこれ持ってくるのはですね、なんか途中でガンマ出てくるかもしれないから、アダマシアがいる場合はだからなるべく展開して強いね、あのカードがいいんで、こういう時は大体アルファの方がいいですね、基本持ってくるのは。オッケー、ドキドキきた、ドキドキ、あーデルタも来た、オッケーいいだろう、まあ、ここはドキドキか、まあ、多分これドキドキが強いね、ドキ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 、はいはい。でまずドキドキの効果を使います。ハンド1枚切ります。で切ったモンスターと同じレベルのやつをデッキから出してこれる。これはでも言うて効果使いてえからアルファか、アルファ特殊、はい。で効果発動、まだ今墓地でガンマンねえから、ガンマンはどっかで押さないといけないな。まあどうせ落とせんだけどね、相手なんで、あの磁石いれば。でですね、まず一旦ナチュルビーストっていうキショイモンスター出して一旦アルティメットキショキショモンスター出して、でこれで魔法カードを完全に無効化していくスタイル、これが先行で出せるのが磁石のね、磁石っていうかあの岩石デッキのいいところですよね。チューナーモンスターいるから、アダマシアのこれハリファイバーしてからね、動いていくスタイルかな、これは。これはハリファイバーをしてから動いていくスタイルの方がいいかもしれない。でカードデッキ特に置くのあんま関係ないけどな、これあんま関係ない。でもうめくることしないので、まあ、これこうしてまして、3、4、5、6、7、まあ、7進行とかもできますし、普通にこのハリファイバーした方が強いと思うんで、ハリファイバーをしていきましょうといったところ、ドキドキの方を残しましょう、あ、間違った、使いましょう。でエレクトロマグネットウォーリアーは相手ターンに変身できるんで、これ使っていきましょうね。はい、いいですよ、このハリファイバー君の効果によって、これは何でもいいんですけども、とりあえずアドマシャリサーチャーかなんか出しますか。はい、でセット、まあこれでエンドかな。これまあ磁石展開で言うと結構これ強くて、まずナチュラルビーストで魔法カードは完全に無力化できるんですよね、相手のカード、まあ金敵とかだったらちょっとあれですけど、金敵とかがあのなければここで一応無力化できるんですよ、魔法カードを。でマグネットウォーリアーエプシロンの効果でもう一回なんか磁石出せまして、これはですね一旦ガンマ送っといて、でガンマ以外のやつ出せばいいから、
でこれでモンスター特殊召喚ベータでベータ効果でアルファサーチと言います。はい、でベータ効果、はい、でベータ変身することもできますよっていうね、そういう最強のムーブしてますけどね。あ、これこれこっちでいいな。こうしてでだ、相手のメインフェーズ動いてきた後にハリーファイバーで変身しましょう。はい、でハリーで変身してビッシュだ、来たビッシュだ、オッケー、ビッシュだ効果、とりあえずちょっとハリーファイバーもの効果を使って一旦新居チューナーをね出していきましょう。で新居チューナーで出してくるのはもちろんローカストッキング。ちなみになんですけども、ローカストキング君が飛ばせると半デスしながら新居できるんですよ。まあ半デスは相手が選ぶんですけどね、これね。デザートローカスト効果によって相手が選んじゃう半デスの効果と、あとだからデザートローカストの効果によって相手ターンに新居召喚するという効果で、皆さん6たす4はいくつですか。そうですね、はい、フルルドバルネスを出していく。はい強い、はい強い、はい強い。で何でも向こう、これなんていうか何でも向こう1回と魔法カード A 向こうですよね。だいぶ強いでしょこれ。さあデザートローカスト効果で一応相手が選んで1枚カードを墓地に置くっていう効果ですね、反動でドラゴンバック墓地に置くって、はいはい、ドラゴンバックっていうことですね。なんかアドバンテージが稼がれるかもしれないと。天意ローズ勇者みたいなパターンなのかな。で天意ローズ勇者ってさ、多分さ、あれだね、ベーサルローズシュートみたいなさ、カードあっから、あれ無効にできるの強そうじゃね。とりあえずちょっとビシダの効果でバウンスされんで一回除外して OK でビシダ組んでバロネスは踏ませない。さあどうする、まだ妨害を持っている。地獄のような場面だな。エクレシア、なるほどエクレシア、なるほどエクレシア効果、まあ、出てきたやつ止めればいいかな。これはさあここでバックーヤ来た、バックーヤ出てくる、まあここはさすがに止めざるを得ない。まあシンクロ召喚されますからね、なんか普通に3000出てきて殴られるとかも嫌ですからね。まあ天意の力士に出されてなんか普通にぶん殴られてなんか負けるとかあるからな。まあいったバロネスの効果使って、でバロネス効果使う、相手の効果無効にして破壊していく。はい、でまだ召喚権切ってないので声の相手バクヤの効果使った。さあどうする、もう僕はないです。バクヤは2回目は発動ができない、一旦に一度使用できないって書いてある。あれは一旦に一度使用できないって書いてある。でこれは、天意の小僧が通常モンスターからアナコンダもできない。これはこっから展開伸びんだろ相手のデッキ。メインフェーズ終了前、オッケー、オーケー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 、守備力2100のアドマシア野菜も抜けないぞあいつ。かわいそうにな。でデルタを特殊召喚していくぜ、そしてデルタ特殊召喚成功時効果を発動するぜ。でマグネットウォーリアーモンスターを墓地に送っていくぜ。やっぱねアドマシアがねあると先行ちゃんとこうやって制圧もできるから、結局アドマシア系なんだよね。あの磁石ってさ1枚で一応ベルセリオンの動き整えることできるんだけど、それやったところでそんな強くないから、ワンキル封じるだけで相手のターン生き残ることが、まあ、最優先で妨害が全くなくなっちゃうんだよね。なんでまあやっぱりですね、アザマシアはないと多分無理だと思うわ磁石デッキで。まあここからアルティメットソリティは、かましていくんだけど、なんかあります。なんかアドマシアリサーチャーの効果通ったら多分死ぬけど、あなたもうこっから無限に展開してくるよ。こうなっちゃった場合はさあモンスター特徴がドキドキ。はい宇宙創造しまーす。はい。宇宙創造は許されませんでした。ハンド強そうなんだけどな、これな、先行が欲しい人生ではありましたね。取引、なるほど。あ、でもこれブロックドラゴン墓地送れんじゃん。神ゲか。取引、珍しいカードを使っているじゃないか。さあ、なんだ、何を捨てるんだ。未回帰か、これ、なんだ。あ、エッジインプチェ、熱い。お、あいつもコスト強えな、おい。ちょっと、とりあえず、俺はブロックドラゴンを墓地送らせてもらうぜ。やべ、ちょっとデッキバレたかな。で、エッジインプチェーン、はい、どうぞ。エッジインプチェーン効果で、デストイパッチワーク、どうぞ。パッチワーク、どうぞ。
でパッチワークからの、はい、パッチワーク融合とエッジに持ってくる宇宙が想像されそうです。助けてください。宇宙が想像されそうです。助けてください。誰かまだ取引です。なるほど。何してんだこいつ。お邪魔グリーン。やばいカード捨ててる。あいつやばいカード捨ててるぞ。さあ楽園融合でアルバス、アルバス、アルビオンからのアルビオン効果、除外融合可能。お邪魔。お邪魔ライト来た。お邪魔ナイトとかいう最強モンスター来たー。うぜえうぜえうぜえ。うわうわきっしょきっしょきっしょ。無理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 。デビルフランケでアタックして負けんの腹立つわこれ。腹立つわこれ。くっそムカつくな。